皆さん本当にお疲れ様でした。まだ未練もたくさんあるでしょうけれど、今日で全員卒業です。綺麗な人もそうじゃない人らもこっから先は平等です。それじゃ皆さん本当マシかね。さあ成績表を開始しましょう。はい、じゃあ最初は青山さん。あなた道端に見つけたでしょ。それは誰が拾うか知ってるの。さあひどいことするね。不合格です。はい、次君だね。浅野さん、君ずっとあの子いじめてたでしょ。あの子はもう飛び降りちゃったよ。君のせいだね。きっともう不合格だ。生まれた瞬間から連載まで続くテスト。見つけた敗北と言える巨大なスコアボード。神様俺は可能な限り全員出ました。 Now これ第2のダサイバー紹介を通した厳正な審査。俺だけは大丈夫だ。今回は信じ頭抱えて個人性を上げ認識させたわなかこれが全部だ。全部あんたのせい。巻きでいきますね。どんどん君ら本当に数が多すぎます。やっとこっからここ、それからこっち、ここまでが全部不合格。おや次は誰かな。これは見当たりませんけど、どこに存在感がなさすぎます。いるかわからないのに押し不合格で積み上げればいただいたのに期待を寄せ、しかしどうにも崩れ去るのは一瞬の夜で、まるで地獄の手袋のようだ。信頼ディスパー、もう一度最初からだ。さただ昨日も一昨日もそのまた前も同じことしてきたんだ。たとえ私が何口走ろうが君らそのまま新人でしょ。ならばもう何の意味もないだから。